声を当てる時はモノクロの映像で<え> <laughs> このシーンこんな感じの色なのかな実際映画見てあこ,んなこんな色だったんだみたいなのぜひ <laughs> 次回以降は」とか言ってないですけど。<laughs> <laughs> 剣のムキムキマッチョハウスだとにかくあのライアン・ゴズリングの,その顔芸とかもそうですけど動きのダイナミックさとかがもうそもそも素晴らしかったので、うん、なんかそういった意味ではそのライアントの,の動きとで自分の日本語のえ彼の芝居の,その翻訳感っていうんですかね、うん、なんかそういうのをうまくできたなーっていうのはすごい思って。 たので、うん、あの非常に自分にとっていい勉強にもなりましたし、うんうん、あのやってる楽しい時間でしたね。はい、実際に声を入れているときにはこう一緒に役者と同じようになんか動いてしまってなんか喋ったりするんですか。<laughs> そうですね。うん、今回のあの剣、ー、に関してはもう激昂する時とかはすごいでガ、うん、ーって大きな声出したりとかもすごいあったりするので、で今回そのやっぱそのセキュリティの関係で、うん、あの声を当てる時はモノクロの映像で<え> <laughs> そうやんなくちゃいけなかったので。 そういう意味ではいかになんだろう。 あのその世界を感じられるかっていう意味ではちょっと身振りとか手振りをつけたりとかはちょっと心がけましたね。あんなにカラフルの世界だって笑ったもんですよ。すよね、モノクロなんや。だから予告その先に上がってる予告を見て、えー、あこのシーンこんな感じの色なのかな自分で照らし合わせてやって、えー、だから実際映画見てあこんなこんな色だったんだみたいなの<ー>結構多かったですね。驚きあったんですね。ユーチューブさんお話を伺ってい,いかがでしょう今の。いやでもモノクロで アーフレコするってすごい難しそう。ねうん、本当もうどうにかしてほしいんですけどね。はい、ね。<laughs> ぜひ次回以降はとか言っていんですけど。はい。